どこ行っちゃったんだろう。ま、その前に麦茶麦茶。キンキンに冷えた麦茶飲むのが楽しみなのに。でも暑いからって冷たいものばっか飲むのもね。びっくりした。やだ、スカートびしょびしょ。もう最悪。乾くかな、これ。あ、ちなつちゃん、今日も暑いね。ひらい先輩、ホームルーム終わるの早かったんだ。あ、違います、違いますから。いや、大丈夫だよ、ちなつちゃん、ちょっとびっくりしただけだから。ほんと、違うんですって。うん、これはお茶、麦茶、こぼしただけです。あ、そうなの。いいよ、大丈夫、大丈夫だから。どうしたの。ユイ先輩に嫌われちゃうかと思いました。泣かないで、ちなつちゃん、大丈夫だよ。こうしておけばすぐ乾くと思うよ。制服も干しちゃったら。でも着替えが。私の体操着でよければ貸すよ。ユイ先輩の体操着？いやー、着ます、着たいです。じゃあ濡れないように裾を持っててあげるよ。やっほー、京子ちゃんだよーん。このド変態が。私も混ぜろ。とんでもねえ誤解すんな、このド変態が。なんだ、麦茶こぼしたのか。でもさ、本当にお茶なの？実はごまかしてるだけだったりして。なわけないじゃないですか。こら、あんまりからかうな。